西川明は、三重県滝郡名和町出身の元プロ野球選手。三重高校では1年春からレギュラーに抜擢され、定着。1年秋にはクリーンアップに座る。また、チーム事情から投手にも挑戦し、3年時には、エースで4番として活躍。法政大学時代は1年時から東京を6、大学野球リーグ戦に出場し、クリーンアップを打ち、 三遊間を組む大引刑事らと共に2005年秋、2006年春の放題の2連覇に貢献した。リーグ通算87試合出場、267、打数73安打、打率、273、6本塁打、31打点、日米野球、世界選手権日本代表、ベストナイン2回、2006年の大学生、 社会人ドラフト会議で中日ドラゴンズから7巡目、指名を受け、入団した。ルーキーイヤーの2007年は、ただ一人一軍のオープン戦に帯同していたが、その後シーズン中の一軍昇格はなく、極度の打撃不振に苦しみ二軍でも、打率1割台と低迷した。2008年は、オープン戦で満塁本塁打を放つなど、猛アピールが認められ、入団2年目で、 初の開幕一軍メンバー入りを果たし、4月16日の対巨人戦でプロ初安打を放つ。しかし、その後はヒットが出ず4月25日に一軍、登録抹消。8月12日に最昇格を果たし、8月20日の対、横浜ベースターズ戦においては、9回表に AS の三浦大介からプロ初本塁打となる2ランを放った。2009年、 春季キャンプは2軍スタートだったが、岩田博和が途中離脱した関係で、急遽1軍キャンプに呼ばれる。その後オープン戦にも帯同するも2年連続の開幕1軍はなかった。2010年は2軍で、347都交打率を記録し1軍でも2年振りの安打を放ったが、日本シリーズ期間中の同年11月1日に戦力外通告を受けた。 その後12球団合同トライアウトに参加するも、獲得に名乗りを上げる球団はなかった。引退後は地元に帰り医療機器の営業として、働いてたが、高校野球の指導者を目指すため半年で辞め、仏教大学の通信課程に2年間在籍し、教員免許を取得。2014年4月から、三重県立院鍋総合学園高等学校に、常勤講師として採用され、 公式野球部の副部長を務めていた。その後2017年に三重県立神戸高等学校に常勤講師として採用される。同様に公式野球部の副顧問を務めている。ありがとうございます。